先に、会いました、先に会いました。振り込んだお金の口座、その人つながってなかったんですが、LINE とかスクショありますか、取り戻せますか。これはね、難しいんじゃないですかね。詐欺っていうのは結構立件が難しくて、で、まあ、振り込んだお金が、不当に取られたものであれば、民事で訴えて、裁判を得て取ることはできるんですけど、ぶっちゃけ、時間もコストもかかりますよね、弁護士費用とか。だから、泣き寝入りする人が多いと思いますね。感情を抜きにするんだったら、そんなの諦めて次に行った方がいいです。でもムカつくじゃないですか。だから僕の場合は裁判とかでちゃんと戦うんですけど、でも、ぶっちゃけね、その感情を抜きにすると次行った方がいいと思いますよ。それは自分がどう選択するかですよね。はい、もし美咲さんが20代後半ビジネスど素人と仮定して5年後までに働かなくても家計が黒字になることを目的として、あえて就職するとしたらどの業界職種？働かなくても家計が黒字になるっていうのがよく分かんないですね。やっぱり働かないとお金は儲かんないですよ。で、働くなくなったら、終わりだと思います。結構楽してね、稼ごうってする人が多いんですよ。この方が楽して稼ごうとするか分かんないですけど、してるか分かんないですけど、そんなね、簡単にお金って稼げないですよ。やっぱ努力して稼がないと人間腐っちゃうし、それはダメだと思います。質問できる機会がある。